俺の弁当の時に来たな。おはようございます。何食べとるの？弁当だよ。見せて。また見てきたのか。見てきた。これはお弁当。お弁当何見とるの？天ぷら。あ、映せんけどね。映せんでな。あ、甘プラ。甘プラ見とんだ。甘プラ見ながらいつも弁当食べとんだ。いいだろ。ええ弁当じゃん。俺の弁当見に来たの？いや、そんなことだ、まあ、ないですよ。さすがに弱いでしょ。平野寺の弁当を見に来たって。いや、この前なんか言ってたからさ、弁当を。ああ、いや、ほんとやろうかなっていうふうに思っとった企画が一個あって、じゃ視聴者さんに今言っとるの。ここに、こう、定点カメラを置いて、平野寺の休憩時間を、30分ですか、休憩時間。30分ずーっとノーカットで出しちゃおうかなと思った時代があった。今日お魚買いに来たんですけど。いや、お魚何もないです、マジで。何にもなくてびっくりしちゃった。急にお魚食べたくなっちゃって。今ないです。あ、今日は何もない、売り切れ。そうか。困るな、毎日。困っちゃうな、俺も。じゃあちょっと、いろいろ見るわ、じゃあ。一回見てきて。はいはい。ゆっくり食うんで。バイバイ。いや、今日なんとなくノープランで来て、いいお魚があったら食べたいなと思って来たんですけど、まあまあ魚少ないらしいんですよね。で、まあ狙ってるのがね、エビ。エビがね、無性に今食べたいんですよ。ちょっと今日は贅沢して伊勢エビなんか買っちゃったり。ちょっとまあ見に行きましょうか。うわ、すげえ、タイがいっぱいおる。このカワハギめっちゃ物がいい。俺ね、ほんといかんのだよな、カワハギ見ると欲しくなっちゃう。今日はエビがテーマなんでね。シャコエビ行くか。こいつバカでかい。これいいな。おお、いいのがあるじゃん。めちゃくちゃそそられるやつがある。見て、エビがこれ3種類入ってる。牛エビ、車エビで、これヨシエビもおる。で、これもいいんだけど、上もいいよね。上の天然車エビ、あれもいいな。もういいんだけど、エビだと思ってたんですけど、マグロもいいよね。メバチが1匹売っとるもん。いや、エビもいいけど、ちょっとマグロも食べたくなっちゃったな。ちょっとこのマグロいくらなんだろう、聞いてみよう。これマグロって1匹おいくらですか？1万3000円。あ、安いんだ、はい、意外と。これですか？そうです、これです。おろしたやつが。いいっすね、めちゃくちゃいいわ。ちょっとじゃあこれもらっていいですか？はい、1本ありがとうございます。エビのつもりがマグロを買っちゃったよって動画になったな。これめちゃくちゃ物良くて、ほら油がすげえ入ってるんですよね。鮮度もいいんでね。13ぐらいですか？ 13.1 ですよね。キロ1000円ぐらい、めちゃくちゃ安いわ。というわけで、今日なんとなく買ったお魚はこちら、メバチマグロでございました。フラッと寄ってエビでも買って握りでも作ろうかなと思ったんですけど、まさかまさかのマグロを買ってきましたよ。気まぐれすぎ。でもね、物が良かったんですよ。本マグロじゃないんですけどね、メバチマグロです。メバチマグロってね、うまいマグロなんですよ。だいたいトロが取れるマグロって、インドマグロ、本マグロ、で、このメバチマグロ、この3種類なんですよね。まあ、この3種類の中だと、メバチマグロは、まあ、一番安いんですけど、まあ、でも油の乗ったメバチはすごく味が良くてうまいので、今日はメバチでやっていきたいと思います。よし、行きましょう。これだ、13キロで、お値段なんと、1万3000円ですからね。で、これ身下ろすと、まあ、だいたい半分ぐらいになるかな、重さは。6キロから7キロぐらいになると思います。1キロあたり2000円ですね。もう全然安いですよね。よし、そしたら頭取っていきます。内臓は入ってるのかな？あ、内臓入ってますね。うお、いい油ある。うわ、胃袋の中にもなんかたくさん入っとる。まずこの釜見てください、この釜。油バッチリ。そしてこの胃袋見ましょう。皆さん大好き胃袋チェック。メバチマグロは一体何を食べているんでしょうか。さあさあさあ、長細い胃袋ですね。この長細い胃袋の中からは一体何が出てくるのでしょうか。はいはい、ほう、なるほど。メバチマグロのお腹の中からは大量のマイワシが出てきましたね。これ全部マイワシです。いいもの食べてますね。まあ、マイワシ自体のクオリティはそんなに良くないですね。結構痩せてますね。ガリガリのイワシです。カタクチイワシも入ってましたね。カタクチとマイワシですね。よし、そしたらお腹を割って内臓を取っていきます。まあ、だいたい内臓は出たんですけど、まあ、残ってる内臓を取っていくと。よし、 OK。 そしたら向こうの基地に行きましょうか。よし、そしたら3枚に下ろしていきますね。まあ、この大きさだったら余裕で3枚おろしでいいと思います。もうちょっと大きいと真ん中で1本取って、おぶし、めぶしで分けて5枚おろしみたいにするんですけど、まあ、10キロからまあ20キロぐらいのマグロまでだったら、こういう牛刀でね、3枚おろしでいいと思います。さーっと、普通の魚さばくように、さーっと入れていきます。さあ、身はどうかな？展示してあったのを見ると、かなり良かったんですけど、1万3000円の、メバチマグロ、身の方はどうでしょう。オープン。おお、こんな感じですね。
こうザ・メバチの身って感じですね。で中の方はこういう風に真っ赤っかなんですけど、多分皮目には油あると思います。油くどくないいい感じの頃合いのマグロだと俺は見てる。中落ちもこうやってしっかり取ってね、この中落ちがうめえんだ。このマグロの中落ちっていうのはね、スイカでいうあのとんがった部分、あそこに値すると思ってて、あスイカもあそこが一番うまいじゃないですか。マグロもね一緒なんですよね。味が濃くて美味しい赤身はこの中落ち。骨の周りの肉ってうまいんですよ、魚でも動物の肉でも。なんであの骨の周りってあんなうまいんですかね。なんで中落ちがうまいっていうのはね、やっぱそういうことかなと思います。よいしょ、骨のキワキワを攻めて、あいい音だ。で反対側もですね、ここから一本、このしっかりここまで入れる。中骨まで行きましたら、先ほどと一緒包丁をブスッと入れて、はいこんな感じ、中落ちをカリカリと。ではお次は腹骨をすいていきます。よいしょ。やっぱメバチはね、血管がさーっと無数に入ってますよね。これメバチマグロの特徴かなと思います。よいしょ。はい、ここメバチの大トロの部分ですね。さあ皮目はいかがなもんですかね。ちょっとすごく楽しみだな。おほらやっぱりそうですね、この皮目脂ありますね。これはうまいですよ。そしたらこの血合いですね、血合いももうこの段階で取っちゃいましょうか。大きいマグロだとね、割ってから取る場合もあるんですけど、まあ、このぐらいちっちゃいとこの段階で取っちゃいます。これがね結構難しいんですよね。この血合いだけを綺麗に取る技術っていうのはね、なかなか難しいんですよ。僕もね一発で綺麗にいこうと思うとなかなかうまくいかないですもんね。でもマグロ屋さんとか見ると一発でシュッとキワキワ攻めるんで、あれかっけえなと思いますよね。いきますよ、ここに血合いがありますよね。血合いをこう入れて一発ですくい取る。あちょっと身まで行き過ぎちゃった感じはあるけど、こんな感じです。もうちょっと攻めない方が良かったかも。ちょっとだけ身がついちゃったけど、今の感じですね。そしたらここで大トロ一発落としますか。大トロ、まあ、普通に尻尾の方から皮引いていきましょう。で少し浮かして、もうキワキワ攻めない、筋と血栓を皮目に少し残すイメージで、あえて皮に少し身を残して皮を引いていく。こんな感じですね。これを残すと、こっち側こんな感じ。あうまそうだな。こう見た目は皆さんがいつも食べてるマグロっていう感じの見た目ではないじゃないですか。どっちかというと、まあ、カツオに近い見た目ですよね。でもこういうマグロがうまいんですよ、大トロ。もうここなんか最高だと思いますよ。はい次これおぶしですね。ここが一番マグロっぽい。ここも少し浮かして、できるだけギコギコせずにスーッと、よしせーの、はい、おーいいですね。ちょっとねこっちが回っちゃってますね。でもこれは仕方ない。こちら側も同じようにやっていきます。腹骨を落とす。そしたら柵取りしていきましょうか。じゃあお腹の方はまずここから落としますか。ここで1本落として、でちょっとこれだと大きいのでここで半分に落とすと。
はい、こんな感じ。あ、ちょっとね、このぐにゃっとしてますよね。わかりますかね、このぐにゃぐにゃってしてて、こう汁がこうビューっと出てくる感じ。これね、マグロであるんですよ、たまに。正式名なんだっけ、なんかゼリーミートみたいな名前の名称だと思ったんですけど、なんかこういうことがあるんですよ。この一部が変色して溶けちゃってる現象ですね。まあ、いろいろ調べたんですけど、これっていう断言できる説がまあちょっとないので、何とも言えないんですけどね。食べて問題はないんですけど、まあ、ちょっと気持ち悪いですよね。まあ、一匹買いするとこういうこともありますよと。これで僕メバチとかに多い気がする。メバチとか、あと本マグロにもちっちゃいやつ買うとたまにいますね。逆にキハダとかね、トンボマグロには少ないような気がする。わかんないですよ、僕の経験上なんで。そんなに僕もマグロ何百匹さばいてるような人間じゃないんですけど、なんかね、そんな気がしますね。でメバチマグロはね、結構身が柔らかめですね。なんでよく切れる包丁で、人たちでスーッといってあげた方が柵は綺麗に取れます。おー、綺麗な柵だ。ほら、これで片身ですね。でこれをラップせずに冷蔵庫で当てとくと少し赤みが出てきます。なんでおろしたてのマグロはね、一回冷風に当ててあげるといいですよ。まあ、旨味が上がるとかそういうわけじゃないんですけど、まあ、色合いがとっても良くなりますんで、僕は冷風に当てるようにしてます。やっぱね、見た目って大事だと思うんですよね。マグロなんか特に。同じ味でも黒っぽいマグロか赤っぽいマグロだったら、やっぱり赤っぽいマグロの方を選びますし、美味しく感じるんですよ。料理っていうのは必ず見た目から入りますんでね。はい、おいい中トロですね。グラデーションになってて最高ですね。はい、ではあの1匹のマグロがこのようにおろし終わりました。13キロのマグロ、身だけになったらどのぐらいになるんでしょうか。ちょっと測ってみましょうか。まずこっちが、まあ、3.1 ですね。バットの重さ引いても、まあ、2.9 キロぐらい。こっちは、うん、こっちも同じですね。2.9、2.9 なんで、まあ、だいたい6キロです。なんで、13キロのマグロは、身だけになると、だいたい半分ぐらい。ブノマリは 50% ってとこなんですよね。まあ、中落ちとか、カマとか、頬肉とか、そういうものを入れたら、もうちょっといくと思うんですけど、まあ、だいたい半分ぐらいと考えてください。なんで、マグロ1匹、あ、キロ1000円安いなと思っても、だいたい身下ろしして、綺麗にすると、キロ2000円ぐらいには、倍ぐらいになりますよと。よし、じゃあ、料理していきましょうか。で、今日はですね、僕の、普段食べてるマグロ料理を作りたいなと。もう本当に僕がスーパーの短冊とかで作るマグロ料理ですね。大好きなやつ。しかもこの夏ぴったりです。サラサラっといけてね、とってもスタミナのつく一品ですのでね。皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。では作っていきますね。まずは用意するものこちら。マグロですね。ちょっと冷風当てたら、赤みが出てきたのわかりますかね。映像だとちょっと伝わりにくいんですけど。マグロと、山芋ですね。あとは青のり、卵黄があればもう完璧ですね。ではやっていきましょう。まずはマグロをさいの目に切ります。ぶつ切りですね。こんな感じで。あ、もう今日は一匹丸ごとさばいたんでね、たくさんあるからもういっぱい使おう。マグロは体にいいですからね。 DHA たっぷりで、よし、 OK。 ちょっとこの大トロの部分はお刺身でいきますか。そいで、ほら、油いっぱい、うまそう。3切れぐらいにしとこう。そしたら入れ物にマグロをどさっと入れて、そしたら山芋の皮を剥いていきます。でこの山芋って、この皮と身のスレスレのところにこうシュウ酸っていう目に見えないトゲトゲの成分があって、それが手に刺さると痒くなっちゃうんですよね。なんで絶対僕このゴム手袋はしてます。で特にこのピーラーで皮薄むきするとね、もうシュウ酸丸出しなんで、これ絶対手袋しないといかん。これね、めんどくさくて素手でやって何回僕えらい目こいたか。よし、そしたらスリスリしていきます。すり鉢で直接スリスリするやり方もあるんですけど、ちょっと時間かかるんで僕はおろし金でやっちゃいますね。すり鉢でやった方が滑らかなとろろになりますけどね、まあ、そこは好みです。もう僕は早くスピーディーに作りたいんでね。やっぱり普段家で食べるもんなんで、もうより時短で作っていきたいんですよ。ザーッとこうすっちゃいますよね。結構ね、いってもいいと思うんですよ。はい、こんなもん。よし、そしたらここにもう麺つゆ入れます。今日は2倍濃縮ですね。2倍濃縮を出てもこのぐらいですね。混ぜ混ぜして、まあ、大体大さじ2ぐらい入りました。本格的に作る場合はカツオと昆布でお出汁取って、醤油、酒、みりんとか入れてね、合わせ出汁を作って、で、混ぜ合わせていくんですけど、もう家ではね、麺つゆ。ちょっと味見。うまい。で、もうちょっとこういうのがいいなと思ったりしたら、ちょっとね、麺つゆを追加。はい、こんな感じ。もうこれで終わり。そしたら、先ほどのマグロの上に、ザーッとかけます。
で卵黄を落とすと、卵黄を落とす。で青のりもさーっと振りかければ、でこちらマグロのとろろ和えの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずはこちらお刺身からいきますか。大トロのところですね、醤油をつけていただきます。うわー、うまい。うん、生メバチうまいわ。こうメバチマグロってね、キハダマグロと本マグロの中間みたいな、そんな味わいがありますよね。油もしつこくなさすぎず、かといってあっさりもしすぎず、しっとりと美味しい油乗ってます。うん、生臭みもなくてうまいね。これ中落ち、贅沢ですよ。この大きさ、この中落ちのでかさ、いただきます。中落ちが一番うまいな。ふわふわ、ほんと空気のように軽い密室ですね。でまたおろしたてだからまたうまいんだよな。さあ本命いきますか。僕がね、家でいつも食べてるやつ、マグロのとろろ丼。卵黄をこうやって割ってこう混ぜるんですよ。この青のりがね、めっちゃポイントなんです。これ絶対青のり入れた方がうまいですよ。卵黄とこうしっかり混ぜて、でご飯の上にこうかけるんですよ。よし、でこれをいただきます。めちゃくちゃうまい。これも最高ですわ。このマグロとトロロって合うよな。で今日はお醤油じゃなくてめんつゆ使ってるんで、まるで出汁を入れたかのような、そんなトロロの味わいがしますからね、うまい。でこの青のりね、この青のりがいいアクセントになってるんですよ。これはね、恐ろしい食べ物です。真似するときはちょっと気をつけてくださいね、うますぎますんで。はい、ということで今日はこちらのメバチマグロのとろろ丼ときましたら、お飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。そりゃね、銀色にも合いますよね。銀色のやつは白身にも合いますけど、こうマグロとかね、この赤身にも合いますから、本当にもう何にでも合う。こちら7対3いただきます。いやーよかった、エビじゃなくて今日は絶対マグロだった。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で見つけた大きなメバチマグロをさばいて、僕の普段食べてるマグロのとろろ丼作って食べてみましたけども、めちゃくちゃうまいです。あれは最初は僕ね、マグロぶつ切りにしてとろろかけて、ほんで醤油で食べてたんですけど、やっぱりね、めんつゆの方がうまいですね。それにね、簡単なんだあれ、簡単でマジでめちゃくちゃうまい。食欲がない時とかもツルッツルいけるんでね、おすすめです。それにね、いろんなアレンジができると思います。あそこに納豆を入れたりだとか、オクラ入れたりだとかしてもいいし、薬味ももっといろんなもん入れても面白いと思いますよ。ほんでね、お値打ちのマグロでも美味しくなります。あれだったらいいマグロ使わなくても大丈夫です。もうほんとスーパーの特売のマグロとかでもね、美味しくなりますんでね、皆さんもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。